さっき拾った木札で何とかできないかな。やはり扉のお札と木札の文様はよく似てるな。でもどうしたらいいのか。投げつけてみたら。そんな罰当たりな。とりあえず置いてみるか。落ち着け。よく見てみろ。
じゃなかったのかな。何かのスイッチみたいな。スイッチ？特に変化はないみたいだが。待って！穴から！匂いってなんだか。なんでもない。地震か。収まったみたいだな。ビビったー。こんなボロい建物、いつ崩れてもおかしくないよ。ああ、早く外に出ないと危険だな。マユ、いるか？ここにもいないか？マユ、一体どこに？また人が死んでいる。本当にどうなっているんだ、この学校は。マユを一人にしておけない。ユイ先生か持田あたりと一緒にいてくれればいいが。穴の底に何かあるか。降りるのは危険だな。何か道具を探さないと。これはひどい。人間の体を脊椎ごと真っ二つにするなんて。日本刀みたいな刃物か。そうでなきゃ何か機械の力でも借りないことには。飛沫血痕がこっち側に散ってるから。刃物は体の前から入ったのか。何かあるの？
この建物から出る手がかりでもあるかもしれない。すまないが読ませてもらおう。手がかりにはならないな。他に何かないのか。なあ君、何か知らないか。死体に話しかけるなんて、俺もどうかしてる。しかし、おかしなもんだな。こうして人間の死体を前にしても嫌悪感がなくなってきた。恐怖心が麻痺したのか。この子だって最近まで俺と同じように息をして考え生活していただろうに、今はこんなに臭い肉の塊か。綺麗な顔してるけど、この顔をしばらくしたら腐って見られたもんじゃなくなってしまうんだろうな。いや、別に何か手がかりでもないかと思って。そうか、ごめん、声が聞こえたものだから。僕は田口翔吾、見ての通りカメラマンだ。って言っても個展を開くような芸術家タイプじゃないけどね。取材でここに来たんだけど、一緒に来た先生とはぐれてしまって弱ってたんだ。君は？僕はここに迷い込んでしまったらしくて、今は友達を探しています。友達ってひょっとしてそこに倒れている？いえ、これは知らない人です。そうか、よかったのかな。君の名前を聞いてもいいかい？よければ探してるっていう友達の名前も。森重作太郎です。探してるのは女の子で、鈴本真由。小柄でよく笑う明るい子なんですが。鈴本ね。あの、何を？いや、言いにくいんだけど、僕がここに来てから撮った映像に映り込んでないかと思って。後々警察に提出することを考えて、被害者の遺体と身元が分かりそうな、例えば名札なんかを撮っておいたんだ。バカなことを言わないでください。前は無事ですよ。あ、いや、ごめん。安心してくれ。鈴本さんらしい遺体は映像にはなかったよ。しかし君は勇気があるね。
だっていくら友達を探すためとはいえ、さっきそこの遺体を念入りに調べてたじゃないか。あなたもカメラで死体を撮っているじゃないですか。それがね、カメラマンってのは奇妙なもんで、ファインダー越しなら客観的な立場に徹していられるんだけど、生で見ちゃうと腰が引けちゃうもんなのさ。死体や銃撃に慣れた戦場カメラマンが愛用のカメラが壊れた途端恐怖で泣き叫び出したなんて話は僕らの間では有名でね。なるほど、そういうものですか。興味がない話だったかな。僕はどうも口数が多くて、奈穂ちゃんにいつも。それはそうと、どうだい、この際だから一緒に行動しないか。いえ、せっかくですが、僕はもうしばらく一人で探してみます。田口さんの足手まといになるのも悪いですから。こんなやかましい人と同行するのはごめんだな。目上の人間と接するのも疲れるし。そうか、じゃあ後でまた合流するのはどう。ここは磁場か何かのせいで時計が狂ってしまうけど、大体の目安で1時間後にそこの玄関で待ち合わせよう。こんな場所で生きてる人間に会えたんだ。君だって情報交換くらいしたいだろ。そういうことなら分かりました。 OK、 決まりだ。じゃあ気をつけてね。まだ1時間経ってないの。